はい。皆さん、こんにちは。今週もラジオ番組ギブギブギブの時間が終わりました。パーソナリティの伊藤奈と申します。今週もよろしくお願いします。はい。今週はですね、先週からはですね、ずっと女性が続いていたんですが、今週はですね、久々に男性が、必要ということで、視聴者の方、嫌がらなくなってね、すごくいい、男ですので、ぜひとも、その方はご紹介したいと思います。はい。名前がですね、柳堀さんって方になります。柳堀さん、今日お越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい。実はですね、柳堀さんとは、大学が一緒。で、会社も一緒。なんですけど、会社はですね、私は大学卒で、柳堀さんは大学院卒なので、会社では2つ先輩なんですが、大学は同期。ですね。かつですそうね。ですね。はい。はい。ちょっとまた申し訳ない話があって、最近私が学んでる座禅セミナーってがあって、実はそこでも、柳教授さんと私は、気の違う関係って形で、そちらで私が一個上という、なんか不思議な構造であるんですが、もう同期の仲間という形で、今日は話をさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、まず簡単にですね、柳堀さんの自己紹介からお願いしてもよろしいですか？よろしくお願いいたします。今ご紹介いただきました柳堀靖と言います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。今ですね、伊藤さんからお話しいただきましたように、伊藤さんと同じ大学を出て、で、その後、勤めた会社も同じということで、最初はソフトウェアのエンジニアとしてですね、会計ソフトとか税務のソフトを作っておりましたが、そこからいろいろありまして、今は企業の株式上場をするお手伝いをさせていただいております。で、千葉県生まれ、千葉県育ちで、今も千葉県に住んでいるという、生粋の千葉県の男ですね。はい。なるほど。よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。まあ、千葉県ね、出身、千葉県住まいって話があるんですが、先ほど話した会社さんは、実は千葉じゃないところで、何年か暮らされたということがあっそうでて、すね。ね、ちょっと地名は避けさせていただきますけども、そうですね。まあ、そこでね、勤務をされ、実はその仕事の接点という意味では、実は一瞬あったんですよね。そうですね。もうだいぶ前になりますけれども、ちょうど連結納税システムが世の中に出たときに、その時の、私はお手伝いをさせていただいて、伊藤さんはもうメインでそのシステムそんなことがないついですてけたど。という、そういう関係性でしたね、確かね。まあ、懐かしいね。だいぶね、前にはね、なってしまうんですが、まあ、そんな、古き良き時代、まだあった頃の、ところで、まあ、ね、一緒に仕事させていただいたきっかけもありまして、で、実は、その会社、早々ではないですけど、ちょっとまあ退職していろいろな道歩んだんですが、まあ、実はそのね、同期の仲間、まあ、彼も辞めちゃったんですけど、結構その彼がですね、Y さんって人なんですけど、九州住まいの、まだすごい面白い変築人の男なんですけど、深入りするとね、こう、すごくね、親分肌な方なんですけど、ただそしてちょっとバイそさのんですね。壁がね、あるんですね、彼ね。ね、そうですね。最初壁ありますね。確で、そこ入るとすごくこんなおせっかいな男になりなっていう。かに。そうですね。私もおせっかいなんですけど、私以上のおせっかいな、ね、人が、まあ、そんな、ね、人が、ね、いるんですけど、そう、彼からよく話は、柳保さんの話を聞いてて、本当ですか。で、私は、まあ、彼とは大体年に1回ぐらい会うんですけど、そうですよね。大体その会社の時の話、まあ、嫌な上司だったり、嫌な人の話で盛り上がるんですよ、毎回毎回。そうですね。またかって多分終わると思うんですけど、それがまたね、ネタになって面白いんですけど、その時に、あの人どうなったって話がよくする中で、あれ？柳堀さんって、確か大学一緒だけど知ってんじゃないの？って話になって、学部と違うからなかなか知らないんだよって話を、ね、してはいたんですが、ただ私名前は知ってたんで、
で、たまたまその財務セミナーを申そうしです込んね。で、卒業して、で、屋根黒さんが受講された時に、なんかどっかで見た名前だなと思って。まあ、珍しい名前ですからね、確かそに。うです。あまりいらっしゃらないですよね。いや、いそう。ないですね。で、そのサポーターやってる仲間にちょっと聞いてみたら、ああ、なんか会計士の方で、なんか昔どっか開発してた人なんだよって話で、ああ、ガテン行ったってことで、ちょっと問い合わせしたと。はい。そそれのが去説年はあのり今が頃でとうすございまね。した。はい。いえいえいえ、はい。そういったね、形で、はそうですね。い。はい。で、進んで道も、まあ、若干異なる部分もあるんですが、まあ、IPO ってところでは、実は被ってる部分もあったりとか、そうですよね。してたりするので、まあ、今日はその辺の、そのね、事業を今 IPO の多分、支援されるって方向に行ってるとは思うんですが、その辺のちょっと、目的とか狙いとか、その辺をお話しいただいてもよろしいですか？そうですね。自分がですね、最初に勤めたそのソフトウェアの会社っていうのが、まあ、ちょっと特殊な会社だったかもしれないんですけれども、そうおですね。客様がですね、税理士とか会計士ばっかりだったんですね。ああ、そうですね。で、お客さんと話している中で、なんかすごい面白そうな仕事だなっていうところで、で、そこから自分も会計士を目指そうということで、まあ、会社を辞めて会計士の勉強に専念してですね、まあ、何回か落ちてやっと受かったっていうような形なんですけれども、まあ、そんな経緯だったもんですから、まあ、会計士になってもですね、何かこうピカピカの一部上場企業、まあ、大企業の監査をしたいっていうような思いはあまりなくて、どちらかというとですね、まあ、ちょっと小さめな、中規模の会社の、監査の方が、魅力的だなというふうに思って、まあ、そういう思いがあって、監査法人入ったんですね。で、その中で、IPO っていうところに出会って、その IPO をしていこうっていう会社のですね、まあ、なんていうか、エネルギーというか、思いの強さみたいなところがですね、非常に、感じるところがあって、で、一緒にやってて、まあ、大変だけど楽しいという日々を、まあ、監査法人でも過ごさせていただいて、相手が面白いなって、その頃からずっと思って IPO を仕事にしています。で、まあ、その後、事業会社、まあ、エンタメの会社なんですけれども、そこで、経理とか経営管理っていうところで、仕事をさせていただいた後に、証券会社に移ってですね、やっぱりその IPO 専門ということで、支援業務をさせていただいて、もう本当にどっぷりと IPO の世界に浸かって、まあ、独立というような、そんな流れですね。すごいですね。その監査もやり、事業会社の逆の立場もやり、で、証券でもまあ引き受け審査というより審査側にも立ち、で、IP にもまた実現しっていう、もう、相手にやる側、される側、審査される側、企画部が何でもやってたっていう、まあそうですね。立ち位置は、いろんな立ち位置を経験してるっていう点は確かだと思いますね。なかなかそういった系の方いらっしゃらないんじゃないですか。まあそうですね。まあまあそうですね。自分の場合は4年おきぐらいに、その立ち位置がこう、まあたまたま変わっていったっていうことで、気づいたらいろんな立ち位置経験してたなっていうことなんですけれども、今振り返ってみると、本当たまたまですけれども、いい経験させてもらったなっていう思いはありますね。で、監査法確人ね、選ぶのね、まあ、どこを選ぶかだったりとか、かに。まあね、相性のものでもいろいろあるとは思うんですけども、まあ、そういうね、ところからやっぱりこう IP をするにあたっては、まあ、証券会社の選定、監査法人選定、っていうところってやっぱり結構大きなね、ハードルだとは思うんですけども、そうですよね。大事ですよね。まあ、そういうところでね、こう、客側が分かってらっしゃるから、そうですね。確かに。監査法人がどういうことを考えてこういうことを言ってるのかとか。
証券会社が今どういうことを考えているのかみたいなところは、はい、まあ割とこう分かるかなというふうには思いますね。はい、ああ、そうですね。ね、これ聞かれている方で、ね、もしなんか IP をやりたいなんていう方がいたら、はい、まずはね、きっかけってなかなか難しいとは思うんですけど、まあ、誰かに、うん、どんな世界なのかっていうね、面をね、はい、持ってね、聞いていただいてもね、いいんじゃないかなとは思うんですけども。あ、はいはい、そうですね。うん、そういった夢をね、こう、描けるプロジェクトですよね。そうですね。ね、はい、大変ですけれども、うん、はい、うん、大変中のね、やっぱりやりがいっていうのもね、うん、こう事業側からも感じたり、監査側からも感じたり、証券会社も感じたりというね、うん、ところで、はい、はい、うん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 、そうですね、はい、まあ監査法人、証券会社、事業会社みたいな立ち位置でっていうお話だったんですけれども、一番今の仕事、まあ、今、はいはい、まあ、外部のコンサルとして、その株式上場のプロセスを、はい、まあ、伴走するみたいな、はい、立ち位置で仕事をさせてもらってるんですが、あ、はい、もちろん証券会社監査法人の時の経験って生きているんですけれども、はいはい、一番生きてるのはもしかすると事業会社の時の経験かなというふうに思いますね。そのエンターテイメントの、はい、エンタメの会社で、はい、経理をやっていた時の監査法人からいろいろ言われているところが、はいはい、言われる側の気持ちが分かるっていうのが今一番生きてるかもしれないねえ、こう、ね、こんなこと聞いてくるのかとかね。あ、そうですね。前、去年も行ったんだけどな、とかね。そうですね。随分上からだな、とかですね。まあ、そうですね。そういうことって多いですよね。はい、私もね、まだサラリーマン少しやってて、その、監査法人の対応を受けたりするの、やっぱり、ね。あ、そうなんですか。はい、ああ、そうなんです、そうなんです、そうなんです。先ほどだんだん年齢がね、感想者の先生若くなってきたんで。若いですね、確かに。だから、このね、はい、彼らが、怯えながら聞いてるなっていうね、そんな印象を受けたりする。そんな別に怖くなんともないですし、こっちはもう、押してくれなかったらね、やられちゃう。まあね、終わっちゃうから、もう下から下から下から、お互い下から下から言ってる。はい、そうだね。はい。はい。そうそう。まあちょっとね、話があったんですけど、実はそう。柳山さんと共通することたくさんありましてですね。そうですね、本当に。前職の、そのね、ソフトウェア会社もそうですけども、はい、会社は違うんですけど、その総合エンタメの会社でお互い、はい、働いてたと。ああ、そうですよね。伊藤さんも。ね、はい。ちょっと別のね、もうちょっと規模はちっちゃい方なんですけど。まあでも、有名なね、ところですよね。ああ、そうですね。まあ、アイドルグループがね、参加になってると。そうですね。はい。はい、まあ、一個、エイベックスさんとね、取引はね、あったんで、はい、ちょっと懐かしいなってね。はい、めっちゃいましたね。はい。ですけど、はい。はい。なんかね、その辺なんか共通するところは多いのかな。だ結果、そうですね、セミナーね、学んでますし。確かに。はい、っていうね、ことがあって、はい、その中で、じゃあその IP の中で一番ご苦労された点とか、ここがきつかったなっていうところは、どれになったりするんですか？ああ、そうですね、はいはい。難しい質問ですね。ああ、いけちゃう、いけない。はい、私はたっぷりありますけど、いや、もし、やりそうとしてたら何か。あ、いえいえ、苦労した点、きつかった点っていうとですね、IPO を目指した会社で、最終的に IPO をする会社としない会社と、まあ、2つに分かれるんですね。まあ、当たり前なんですけれども。で、今難しいですねというふうに申し上げたのは、最終的に IPO をした会社で、苦労したことは多分たくさんあるんですけれども、はいはい、ほぼ忘れてしまいますね、終わると。で、はい、で、IPO しないで、まあ、しなかった会社さんとのお付き合いの中できつかったことっていうと、やっぱり IPO をやめるっていう決断をしたとき。
なので、なるほど。なので、あまり答えになってないかもしれませいやんいね。やい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 や
まあ、IPO をした会社も、やはりですね、順調に何事もなく IPO をする会社ってないんですね。はい。まあ、いろんなことがあって、で、大体こう、一つか二つですね、あ、もうこれはダメだと、これはもう無理だという局面に立たされて、そこをこう、なんとか乗り越えていくと。で、乗り越えていくのは、もちろん、外部の自分なんかが何かこう貢献したなんていうのも全くおこがましい話で、まあ、自分も含めて会社の人たちと、まあ、うまくこうチームアップしてですね、力を合わせて本当に乗り越えていったみたいなところなので、大変な思いも結局乗り越えられるとですね、いい思い出に変わっちゃうっていう意味で、きつかったところ、大変だったところっていうのは、なんとなくいい思い出に昇華されちゃってるなっていう感覚はありますね。はこれ、なんか不思議なもので、まあ、い。すごくね、苦労して実現するじゃないですか。はい。はい。はい。ちょっとまた、こうね、さっき忘れてしまうって話されたと思うんですけど、またやってみたいっていうことが突然出てくるんですよね。もう一回やってみたいなっていう、その、どこから参画したかによると思うんですけど、私は N-2 から参画したので、もうちょっと N-4 ぐらいから、なんかその最初のどうやってこうね、FED するところから、ちょっと資金引っ張ってくるから、なんかやりたくね、なっちゃったりとか、ああ、なるほど。本当なる最ほ初ど。の最初の最初ですね。そっからやれば、まあ、あんな苦労しなくて済むのかなとか、なんかそんなことを考えたりとか、まあ、その辺どうですか？そうですね。自分は、IPO をしたときに、なんていうのかな。やっぱり、大変だったな。ちょっとこう、気が抜けちゃうときもあるんですけれども、疲れたなっていうところで、なんていうんですか。燃え尽き症候群みたいなところがあるんですけども。ただ、やはり、まあ、IPO できるとですね、お客さんからすごくこうありがとうって言われますし、一番嬉しいのは、まあ、柳橋さんは戦友だからね、みたいな感じで言われるとですね、まあ、共に戦ってきた仲間だからね、みたいな感じで言われると、まあ、単純なんで喜んじゃうんですよね。そうすると、大変だったけど、また次、ちょっと関わりたいなっていうような、ところでですね。それでもずっと続いちゃってるっていう感じですね。自分の場もういろんな敵がいますよね。その、さっき話があった監査法人だったり、証券会社だったり、東証財務局、あとはもうその、古参社員とか、もう IP をさクすソが。くらいとかね、バイバイね、トップだったりとかね。おっしゃる通りですね。で、私は意外とね、社外取締役がね、最後に難癖つけたりとかね、ご自そうで身がすアか。ピールしたいために、あれがちょっとね、失敗したなって、こう。なるほどですね。やっぱり社長に理解がある社会取締役、まあ、これ微妙なところなんですけど、本当はね、全然こう社長に意見を言わないといけない立場の方だから、まあ、本人そうはですね、良かれと思っね。ているんですけど、だいぶね、苦労しましたね。最後の最後、言うかとかね、監査法人とかね、東証がもういいって言ってるのに、なんかここは変えろとかね、こう、ああ、そうなんで今す更か。言わないでとかね。まあ、その辺ちょっと空気は読んでもらいたいですよね、本当そう、やっぱりこうね、会社全体サイティがあるので、そこからね、逆算して、でも全然ね、中央とか全、ね、先見てるのに、こう最後の最後でアピールしたかったんでしょうかね、きっとね、本人そうの。かもしれないですね、そんなね。やかんがいちゃうんじゃないか。だから我々ね、IPO コンセプト、もそうした道も進めているんですけども、そういった場の読めない。取締役には、まあ、言わなきゃいけないところあるとは思うんですけど、それもあったと別のところで言っていただいてね。ね、そういうそうので大す事でよすね。よね。まあ、結局、会社をね、いい方向にどう持っていくかっていうところで考えていただきたいですよね。そうでしょうね。
まあ、ちょっとね、直接的ではないと思うんですけど、そういったね、教えをね、その全体のね、まあ、いわゆるゴールから逆算して、進めていくっていうのは、この二人が学んだ財務セミナーそうですね。から、こうね、学ばせていただいたところをね、ね、あったりとか、ちょっと名前出せないですけど、N さんって方がね、そうですこうね。ね、結構スタイルがかっこいい方なんですけど、その方がね、こう、楽しく面白くね、教えていただいて、私はもう頭が上がらない方なんですけど、今度ちょっとその方にこのラジオ出てもらおうかなと今、絶賛いいです交渉をしようかと思った本人から言われました。いつ呼ぶんですかっていうふうに。そうなんですね。出たいんだ。でも気使っちゃいますよね、逆にね。声そうがなんですけね。NG かなと思っちゃったりもしますよね、確かただその方ですごくね、忙しい方なので、一体いつが空いてるんだろうって、こう。確かに。まあ、多分だいぶ先になっちゃったと思うんですけど、そんなね、こともあったりとか、する中で、こう、柳さんが、まあ、今後目指す道っていうのは、もう大体もう、今の話で分かっておきたんですけども、例えば、どんなクライアントに接したいとか、こういった経営者だったら、こう、IP を目指して面白いとか、その辺をちょっと話せる範囲でお話しいただいてもいいですか？そうですね。証券会社に勤めているときはですね、IPO のご支援をさせていただいていたんですけれども、どうしても証券会社とお付き合いが始まるフェーズっていうのは、上場の3年ぐらい前なんですね。もう伊藤さんご承知の通りだと思いますけれども。で、そこから、証券会社と一緒にですね、3年後のゴールに向けて歩み始めるというのが一般的なんですけれども、5年ほど前に独立をして、IP を目指したいよっていう会社さんと、お付き合いさせていただくとですね、3年前ではなくて4年前、5年前、ぐらいから、IPO をちょっと考えてるんだけどっていうようなお客さんとお付き合いが、だんだん多くなってきているというのが多い。で、そうすると、5年前とか4年前から、IPO のためにですね、何ができるのかなっていうところは、考えています。で、そこで、きちんとした準備ができればですね、その後、証券会社とのお付き合いが始まっても、監査法人とのお付き合いが始まっても、スムーズに IPO の準備を進められると思いますので、もうそこの、もうちょっと前の段階から、考えてるよっていうお客様とですね、一緒に IPO の準備を進めるっていうことをやっていきたいなというふうに思ってますね。そうですね。あともう一つ、どんな社長さんとっていうお話ありましたけれども、IPO は、目標ではなくて手段に過ぎないと思いますので、なので、その社長さんがどういうゴールを目指しているのか。で、そのゴールを、達成するために必要な手段として IPO を位置づけられるのであれば、もう全力で応援させていただきたいなというふうに思います。そうですね。IPO がゴールじゃないですからね。ゴールじそゃのないですね。先にこう事業をもっと伸ばしていくっていうそうですね、ね。大きなやっぱり野望もなると思いますから。いや、その通りですね。なので、すべての会社が株式上場を目指さなくてもいいですし、そうですよね。株式上場をした会社がそれで終わりじゃないですし、そうですよね。そういう意味では、そういう、上場して会社をどう成長させていきたいか。で、その先に、ちょっと青臭いことを言うと、その先にどういう世の中を作っていきたいかみたいなところが明確な社長とお付き合いできたら最高だなというふうそうですね。まあ、そういうところもやっぱり審査が生き返ったりしますからね。そのなぜ故そうですにね、ね。資産を減らされてるのかとかね、事業の方向性とかもう嫌なぐらいに聞かれますからね。そうですね。突き詰めると、上場の目的っていうところになると思うんですけれどそうでも、すよね。一番最初に聞かれる項目だと思います。
そうですよはい。ね。ただし、その社名の由来とかね、ああ、もうそうそういうとでころもこう深掘られますのでね。はい。まあ、そういうのいいことだと思うので、本当に会社を大きくしたい経営者が、このラジオに聞かれている方、または動画に聞かれている方、もしそういう方がいらっしゃればね、こう、やられる方さんにお問い合わせ、まあ、いただいたり、まあ、私もいいですけど、まあ、共にね、こう、一緒にね、ご支援ができればな、というふうに思っておりますし、まあ、ところどころ N さんの講座のマインドがポロポロ出てますね。アイディアがゴールじゃないと、その先のあ、そう歌ですのゴね。ールは何かとね。はい、N そうですさん、もね。し聞いてたら、教え子はちゃんと N さんの通り、まあ、出ますと。いう形で、というところ、実はですね、もう番組ですね。もう、あっという間に終わりが見えちゃいまして。ああ、そうですか。あ、そうなんですよ。もう早いんですよ。これ、皆さん必ず言うんですね。私も必ず言ってるんですけど。なので、まあね、いろいろおっしゃられた中で、まあ、最後、一言これだけ言いたいって形で、ちょっとこの番組締めたいと思いますので、最後にじゃあ一言、ちょっとお願いしてもよろしいですか。ああ、そうですね。繰り返しになっちゃいますけれども、IPO はゴールじゃないなというふうに思ってます。ですので、まあ、それでも IPO を目指したいと思う方いらっしゃったら、全力でサポートさせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうはごい。ざいます。ぜひぜひね、皆さん、何でもいいので、IPO って一体何ですかとか、そこからは構いませんので、もう気軽にね、お問い合わせいただけたらというふうに思います。はい。では、今週はここで終わりにしたいと思います。じゃあ、柳越さん、どうもありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。では、失礼いたします。はい、失礼いたします。